Hello. 皆さんこんこにちはの簡単カタカタナ英会話ですえ今回は差別という英語についてやってみようと思います。これはあのちょっと発音が難しくて長いのですちょっとあの言いにくいですが練習,いた練習しましょう。Please repeat after me.Discrimination ディスクリミネーション言えますかディスクリミネーションです、えー。今、アメリカで、えー、国黒人の差別の,あの問題が、えー、話題になっていますね。騒動が起きています。えー、昔からあったことですね。えー、たどれば、リンカーン大,大統領の頃から、 あったもののでですすが未だに、えー、根の深い問題です、えー、アメリカに行っても、えー、まあ、それを感じますし私自身がアジア人ということ日本人ということでその差別を感じたことがありますし、えー、嫌がらせもされました。えー まあ話,話をしますとシアトルですねシアトルの小学校に行った時ですアメリカっていろんな学校があるんですよねこの学校は白人しか入れないという学校でした小学校ですねで 親があの本当頑張っている、まあ、運営にもかかっている学校で、えー、授業なんか、親が教えられる授業なんかはどんどんやりますし、あのヘルプですね、あの校舎がいたんだらそこを直すとか、いろんなところで親御さんたちがあの協力して運営している、えー、私たちの学校みたいな、そんな学校でした。で もうあのまあそこで、えー、ランチでカフェテリアに行ったんですねまあいろんな経験したい好奇心が強かったのででその子どもたちと一緒にランチを食べていましたそしたらなんかなんか頭に当たるんですよ「ポイポイってなんだろうなと思ったらなんか意地悪そうな女の子が私にストローを丸めてはポイポイ投げてたんですね。 だから、まあ、アジア人ということで白人しかいないところに私がいるものですから、えー、目障りだったんでしょうかそんな風な差別なのかあの嫌がらせをちっちゃい子から受けたこともありますもう一つ偏見というのもありますよねあの偏見はプレジュデスって言いますプレジュデス t e r me p r プレ u ジュデスこれで偏見になります えー、また話がちょっとそれるんですけれども中学生の双子さんのいるあのアメリカ人の家庭に行った時に彼女たちは何かすると「It's prejudice! It's prejudice! ママパパそれは偏見よ!」とかって言って大きな声で騒いでいました。えー、みんなイコールイーブンになれればいいんですけれどもそうもいかないですよね。 今日はこの2つの言葉 discrimination そして prejudice についてやってみましたえ皆さんも練習してみてくださいではまたあグッドジョブとサブスクライブ登録をぜひよろしくお願いしますではまた See you bye